ちら一国館ですね。私今日からこのアパートの管理人になりました、音無京子と申します。僕五代優作です。どうして自己紹介すんの？したっていいじゃない。必要ないだろう。浪人さんはたった今ここを出ていくとおっしゃる。誰が出てくって言いました？ここの人たちはみんな冗談が好きなんです。探したわ。お大工、その声は四ツ谷です。今年が三回忌でしたな、ご主人の。ご主人だってよ。総一郎さんの傘の中に僕が京子さんと入ってるなんて厚かましくて、なんかこう…あ、総一郎さん、予定は開けてください。合格祝いをそういう形で取り行う、結構ですな。なんで四ツ谷さん助けて。ここで助けてしまってはドラマになりません。四ツ谷さん、開けます。一国館名物、お楽しみはこれからだ。時の過ぎゆくままに好みを任せ、男と女が漂いながら落ちていくのも幸せだよ。なんか落ちてったみたいですね。地の砂漠に日が落ちて一国間に日が昇る。こちら一国館ですね。私今日からこのアパートの管理人になりました、音無京子と申します。僕五代優作です。どうして自己紹介すんの？したっていいじゃない。必要ないだろう。浪人さんはたった今ここを出ていくんでしょ？誰が出てくと言いました？ここの人たちは冗談が好きなんですよ。探したわ。私こと五代優作は音無京子さんが好きであります。どれ京子さん好きじゃー。五代さん、いい加減にしてください。今何時だと思ってるんです？京子さん、今聞いてくれました？聞きました。だから大きな声出さないでください。聞いてくれたってよ、お前の愛の告白。よかったな。よかった。